皇后宮職は、皇后の火星機関。日本の宮内庁においては、宮内庁自従職が天皇と皇后に関する事務を合わせて担当するため、現在は置かれていない。皇后宮職の長。皇后の側近奉仕のことを総括し、助官を監督する。竹谷四子皇后の側近奉仕のことを文章し、助官庁を補佐する。 四つ辻清子、樹香のり子、羽室光子、橋本夏子、上松勤氏、唐橋貞子、三部裕子、鳥居王子当たる氏、三上文子、高倉忠子、藤岡康、西野亀子、清水谷明子、千草秀子、自公寺縁子、西西子、堀川武子、山岡敏子、伊地千紀子、津軽力子、油野幸二申し、北村民恵まで野幸二。 袖皇后の相談役、高木田という吉見光子、竹谷光明子爵令嬢、姉常子は皇太后救助官長、ウ林ン家四辻後井早大納言の三女、日吉大社社氏しゃし、儒生説上松が元令嬢、梅谷道春子爵夫人、繁華唐橋有光小納言の長女、地下下壬生佑勲女官務の娘、賀神社社氏。 鳥居王子道平の娘。北面武士、三上慶文六女。繁華、高倉長谷次獣の三女。千草あり津軽津具明白爵霊場。津軽行宮,宮美男爵夫人。までの光子正秀男爵霊場。飯野森江政務官夫人。高木金広男爵霊則。高木俊三帝国生命社長夫人。三井高影三井鉱山社長霊場。 北の天満宮寺霊場、ありがとうございます。